はい回しますはいそ回し修南市の元気堂新旧整骨院<わ>院長の岩谷博和さんが会員しておよそ10年です国家資格のハ師や灸師柔道整復師として日々施術に当たっていますが新型コロナウイルスで

先月周南市で初めて感染者が確認されて以降は患者の数は激減しました。三分の一ぐらいは後期高齢の方ですね。やっぱりその方がやっぱり。がくっと減っているんで。まあ、これは消毒します。往診もしていましたが、今は来ないでほしいと言われたそうです。安心して来てはいただきたいんですが。 やっぱり怖いね、見相手が見えないですから、やっぱり怖いねっていう話はよく伺いますね。室内には空気清浄機が3台、窓を開けての換気や消毒を徹底しています。患者にもマスク着用や入り口で手を手の消毒を協力してもらい、施術は検温してからです。県新旧市会や 県柔道整復士会によると売上は去年と比べて3割から6割減っているということです。だから本当家賃補助でも出てくれると本当に助かるんですよね。これはだから、まあえ1ヶ月10万円ほどの家賃と電気代が重くのしかかっています。発泡塞がりと嘆きながらも下を向くわけにはいきません。 相手がまあウイルスですから見えないんですがでもそれなんかに負けちゃおれんわけです。クオリティーオブライフ QOL ですねそれを高めていけるようなお手伝いをしていくのが僕らの仕事だと思っているんでそれを今ちょっとまあ苦しい時ですがちょっと歯を食いしばって頑張っていこうかなと。 患者に元気になってほしいと名付けた元気堂苦境に立たされていますが患者が元気になるように懸命に施実に取り組み続けます